です。のりばんです。はい、ということで本日はオタクの What's in my bag 夏の現場編、ということで、私はこれをジャマ感謝祭のために一回全部荷物を詰めたので、うん、今日紹介したいなって思っているのと、そう、私はこの前行ったなんかハイハイジェッツさんのカバンの中そのままちゃんと持ってきました。これで行ったよっていうことやんな。ご紹介をご紹介していきたいと思います。それでは早速レッツラゴー。じゃあまず現場で一番大切なもの、一斉のでじゃーん。カンペ器もちゃんと入れてるんですか？そうだよ。ジャンプ手作り？手作り。すごい上手じゃん。かわいい。じゃあ次に大事なものいくよ。はい。いっせーのでペンライト、イエーイ。バッチリっつー。バッチリだよね。でこのちっちゃいところに予備の電池が入れてんやな。を入れてます。そこに入れるタイプなんや。横にポケットあんのにこれ。そう、これを使いたくてこの私もこのケンブレをちっちゃいんや。公式のペンライト。そう。一斉のでじゃーん。これはトレカとアクスタケース。これはスリコで買いました。私これアンパンマンミュージアム。あ、ここにつけたんや。え、そう、アンパンマンやからね。車の鍵につけてる。今度ケイゴやから、ケイゴちゃんとトレカも最近のお気に入りのビジュなのでこれを入れております。私もアクスタと、最近土台が必要やなって思って立てるやん。でも1個あればいいなと思って1個だけ持ち歩くようにしてる。全部持ったら邪魔くさいやん。このアンパンマンミュージアムの一番いいところはここに公式写真を挟めるところです。これめっちゃいい。一旦、まあ現場で何が必要かって言われたら、まあ、携帯、まあ、携帯はほんまにそうないと生きていかれへんやろ。そうやね。でもカバンの中に最近入れてない理由が、まあ、この首掛けがやっぱり楽っていう。コロナだからさ、そう、出されへんからな。オタ活する時って大体さ、こう深いさカバン持っていくから、このショルダーがいいよねっていうのに最近気づいてんけど、最近私たち iPhone ケースを変えまして、じゃあお揃いのケースティファイさんで作った iPhone ケースなんですけど、これ私たちが自分であのデザインしたんです。ミラーのやつやんな。かわいいでしょ。ケースティファイ聞いたことある？え、あるよ、もちろん。めっちゃ有名やもんな。え、そう、なんか芸能人の人とかもめっちゃ使ってるイメージやんな。ただもう大学生の時に自分の名前を入れて使ってたわ。使ってたやろ。このケースの何がいいかっていう話をしていいですか、このケース、まず耐久性がすごい、すごそうな感じはするよな。めっちゃ守られてんの。でも重たくなくない？全然今軽いな。そうやね。 1.5 メートルぐらいのところからさ、ガンって落としても画面守られてるみたいな。割れへんねや。そう、割れへんぐらい耐久性がすごいから、おちょこちょいなオタクちゃんとかあ、じゃあ用落としますからね。用落とすじゃないですか、とかにも持ってこいだよっていうケースなんですけど、これ自分らでデザインを考えたんですよ。で、これフナは F7 って今入れてて、これフナ敬語っぽい感じ。そう、敬語っぽい感じで F7 って入れてて、いい。私はこの R ってここにチューンって。これなんでかって、このミラーを活用したかったの。私確かにわかる。これさ、前めっちゃいいと思ったから、ライブ前にさ、そうここで言ってもらえんねん。で、これはちょっと字が強く自分の名前で作っちゃってんけどおたかつにも使えるなって思ったの。ほら、そうやん、推しの名前にしそう。一回作ってみたいなと思って、今から実践して作っていきたいなと思います。3やどうちろ、7に渡して、一応13にして、カスタマイズか、カスタマイズにして、じゃあ例えばこれの敬語版にするとしたら、こうやって入れるじゃないですか、出てきた。なんかこのスタイルっていうところで、ここでこういうのもできんねん。あー、ミストラウダかな。そうできんねんけど、一旦これ普通飲んで、シンプルどれやったかな、どれ出てきたんやったっけな。あ、これレイアウトのこれ、え、かわいい、めっちゃかわいくない？色が例えば、まあ、オレンジっぽい茶色でもいいか。あー、おしゃれかも。これめっちゃ、そう、これ敬語バージョンで作れたりとか、とか、あといいなって思ったのが、シンプルかわいい、シンプルになんかもう誕生日、推しの誕生日入れたりとか、そういうのんでも、あ、下、これが下がいい。あー、おたばれしやんやつ。そう、こういうのを、まあ、黒でやってみるとか、可愛いよな。こういうのでも可愛い。例えば、もうさっき敬語のちょっとおたばれ感ない感じの敬語にしたけど、がっつり敬語を入れたとして、可愛いと思うねんな。水玉、あとこのクマさんもある。え、クマ可愛い。クマにしようか、一回。クマめっちゃ可愛い。クマめっちゃ可愛い。あ、超超いいね。え、超可愛い。これ撮影できるやん。紫可愛い。こんなんとかでも可愛くない？超可愛い。だからパッと見分からんくない？うん。プレゼン
ントにもめっちゃ良くないと思う。あー友達だな。そう、なんかお互いの推しの誕生日入れてるやつとか作ってプレゼントとかしても使うしな。そうやし、マジでシンプルいいやつやからさ、うんうんうん、なんかそういうのでもいいなってめっちゃ思います。で、なんかデザインも、うんまあ、こんな感じでちょっと個性的なんでも作れるし、うん、こういうシンプルな感じでも作れるから、うんうん、結構いろんな人の好みに合わせたデザインが作れるっていうのもめちゃめちゃいいポイントで、はいはいはい、ほんで、まあ、ケースはこれやねんけど、うん、今うちらこういう感じでストラップもつけてて、普段は結構このここの色味と合わせてシンプルな、そうシンプルなデザインで、太いからこれ首痛くならんの。はい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 、これを選んだんやけど、リサっては結構あれやんな、可愛いデザイン重視の変形パール、うん、せやねんがめっちゃ可愛くって、大人っぽくも使えそうな感じ。そうそう、なんかガーリーな服に現場着ていくこと多いから、うんうんうん、こういうのにめっちゃ合う。え、そう、これめっちゃネックレス代わりになってて可愛い。え、そうそうそう、なんかこれ寂しいなと思ったら、ここ入れといたら可愛いから、そう、もうこれをやってしまったら変えられへんから。そう、ほんで今こっちは自分らでデザインしたやつを紹介してんけど、もともとさデザインされてるケースもまあもちろん売ってて、てそれもめちゃめちゃ可愛いから一回紹介させてほしい。え、めっちゃこれ一押しすぎ。ふなはじゃーん、リボンのタイプにしました。ミラーとして使うのにめっちゃいいわ。ほんで、りさちゃんは、私はじゃーん、このエスターバニーで可愛いバニーちゃん、可愛いよね。なんかギャルさんも仕上がりって感じで、うん、確かにめっちゃ使いやすそうな感じです。こんな感じで、もともとデザインあるやつもいっぱい種類があるので、よかったら皆さんチェックしてみてください。ケースティーハイの、あのケース、うん、今作ったのとかが気になるよっていう方がいらっしゃったら、あの概要欄の方にもあのリンク貼ってるので、そこからよかったらぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ小判の中身に戻ります。戻りましょうか。夏の現場っていうことで、多分暑さ対策のグッズも入れてると思うんですけれども、じゃーん、日傘です。晴雨兼用のやつやから、どっちみち、まあ、夏の現場ってほんまに天気変わりやすいし、死ぬほど暑いから絶対これはいる。しかも折りたたみっていうのがね、そうやねん、とにかく楽。次が、はい、じゃーん、ハンディファン。これフラフラの、これフラフラ、こんなん買ったやつ。しかもこれの何がいいって、これさ、これついてた紐。もうな、ぶら下げされるの大好きやから、うちら。暑さ対策他なんかある？暑さ対策、みんな忘れがちなんが、うん、シュシュかなって思うわけ。あ、そっか、ロングの子は、ロングの子は、しかも風とか吹いたら結構巻き取れるから、なんかくくったら巻き取れるやんと思うかもしれんけど、そんなことないで。確かに確かに、くくる方が巻き取れるから、で暑いし、もうこのままひどいつもめっちゃ嫌やん、うんうんうん、だからアリスタイフェリアもこうやってくくってる。汗拭きシート、それは大事だよね。汗拭きシートはマジで絶対大事で、ちょ、この流れで制汗グッズ言って。ああ、いいよ。8-4 を汗のやつ、ちっちゃいやつやな、そう、ロールオンのやつで、ちょっと今入ってないんだけど、日焼け止めかな、この観点セットかな、大事やんな、うん、は絶対に入れてる。日焼け止めをリサは2種類さ、気持ち悪いってる。あー、取れないよな、これと。そう、このシュッシュタイム、時間なくてもとりあえずっていう時と、うんうんうん、いや、ちゃんと乗らなっていう時の、こういうのと、この中で、あ、取れた、あー、バンパー10キロからだ。その流れで言ったポーチかなって思うんだけど、夏の現場って船的にはメイク直しよりもこういう汗の感じをどうカバーするかやと思ってるの。どう、お直しのハイライトとパウダーぐらいしか化粧品も入れてない。で、あと一番大事なのが、塩分チャージ。えらい。でりさちゃんポーチは、やちゃんポーチ、まあ相変わらずか、化粧品相変わらずゴロゴロ入ってる。とりあえず私はいっぱい入れとく派。そうそうそう、これは違う、みたいな形やね。真夏のクソガキやん。新幹線とか、そう、寒いからで、夜寝る時とかたまに寒かったりするから、確かに、ご飯行ったりとかね、夜がめっちゃ寒いからこれも入れてる。確かに、それいるな。それほなも学び、学び、あとほなマウスピースとか、あー、あれかな、歯磨きグッズも入れてる。これは夏のあれ、あ、そうやな、靴ずれ、夏の靴ずれ、夏のあのサンダル、サンダルやからな。これはほんまにありがとう、もう絶対入れといてほしい。うちやろ、無理です、何人にこれ配ったか。ありがとう、これすごい大事グッズ。これ何入ってる？これはあれだよ、これエッシュミーメルちゃんのグッズ。これ友達とお揃いするから絶対持っていかないかも。あ、かわいい、かわいい。最近持ち歩くようになったのが、あ、チケットホルダー。これタロなんじゃないの？これタロなんじゃないの？ガイちゃんにしては可愛らしいなと思って、今どっちかわからなかった。チケットで出るやん。そっか、そう、紙で出るのを最近えってなって、だからリスずっとうちわとうちわに挟んで持って帰ってきたんやけど、いるなと思ってチケットホルダーを最近ちゃんと持ち歩くようにします。でもお財布ね、お財布ね、あの身分証明書とかがいる、入れるからコンパクトで、財布は大事で、うん、あとまあ私っていうもんなんかは女子力があるんで、まあ、
大事だよね。頭今切れるからさ、私いつもこうやってもな、ほんまに大事。これ全然変わるやんな、本当な、全然変わんだよ、ほんまに。里とか絶対いるから。そう、もう大体これやったらどうにかなるよな。あとまあ水分ね、プラスで絶対入れといてもらいたいのは水分。重たいけど入れといてくらしい、うん、っていう感じで私たちの夏の現場のバイツインマイバークでした。なんかのりまんちゃんあんたらこれ忘れてんでみたいなのがあったらね、あのコメント欄にぜひ書いてほしいなっていうのと、あとあの携帯ケースこんなデザインしたよとかっていうのもあったら、教えてほしい。コメント欄で教えてくれればなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、メダンテンスお願いします。それでは最後一本締め、せーの、夏の現場は楽しむぞ。びっくりした、楽しむぞ。笑